キーパーが後藤、ディフェンス左から渡辺、石尾、庄司、松田、ボランチが藤村と大橋、左のサイドに大谷、右に島田、ツートップが庭師音と瀬沼雄二。4試合連続で同じスタメンで臨んできます。ゴールキーパーが前節から復帰した新井翔太、ディフェンス左から小田、鈴木、チャンミンギュ、米倉、ボランチが高橋と小島、トップ下に三木、左に岩崎、右に福光。ワントップ今日は大月周平です。石島田から大橋、そして藤村が前へ、セルは収められません。千葉がボールをキープ、三木からシュート、後藤のナイスキーパー、一つ形を作りました。リプレイです。三木から、ここは最後福光のシュート。このミキも非常に精度の高いキックを持っていますが、ニアサイド、松田がクリアしていきました。シュート、遠めの位置から狙ってきました。最後は高橋一生のミドルシュート。これもインスイン、アウトスイングで、まあ、インの、まあ、ニアのボックスゾーンに、ね、ボールを送って、そのこぼれを反応したシュートでしたけども、思い切って狙っていいシュートだと思いますし、まあ、最初に、ね、狙っているところっていうのがはっきりしてますので。新井翔太からロングボール、攻めていきますが、おっと、ここがチャンスになる。最後は三木のシュート。大槻選手のポストプレーが、まあ、狙いとしているというかね、2列目から三木選手が入れ替わって出てくるというのは、もう当然、まあ、この組み合わせとしては、ね、狙っているところなので、はい、狙ったような形でチャンスを作れたんですけどね、シュート、まあ少しね、庭師音が持ってボールをキープしてチャンスになる、まだこぼれている。やっぱり押し込んだ状態でこうやって前で、ね、1点を作れると、シュートまで力は本当にツートップの力だけでもありますので、はい、まあ、横から入ってくるボールでまずは抑えるっていうところを意識したシュートでしたけど、大槻選手の役割としては非常に効果的ですね。ここは千葉にとってチャンスになる。どうするか、右かわしてシュート、後藤の正面。集中した一番、宮崎、こぼれ球、打ってった、最後は藤村のシュート、もう少し抑えたかったですね。あんまり低く打ってしまうと、この前にいる黄色の壁にね、必ず当たってしまいますので、まあ、ああいうのは必要ですよね。あれによってマークのズレを生むとか、スペースを作ることになりますので、千葉の守備もしっかりとオーガナイズされています。内村、ワンタッチで立て、大谷のボールが左のポスト、いやいや外でした。こういうのもね、大谷選手中に入っていって利かしじゃない方ですけど、こういう間で受けるっていうところでまたこうズレを生むことができるので、まあ、最後のシュートは相手にリフレクトしてますんでね、枠から外れていきましたけど、チャンス一つ作りましたね。そうですね、ここで逆のサイドを使います。左のサイドバックのオーダー、岩崎にボールが入る。オーダーのオーバーラップ、マイナスのクロス、最後は後藤のセーブ。いいテンポですね。この小田選手を使うところまで、ね、至った経緯も非常にテンポ良かったですし、ワンタッチ上げたクロス、ワンタッチ入ってくるという、難しいバウンドでしたが、三木は合わせていきました。千葉のチャンスの時間が続きます。ほら、キック、ヘディングシュート、千葉が先制、小田のヘディングシュート。前半もね、同じようなコーナーキックの形狙ってましたよね、千葉はね、はい、ニアにいい速いボールを入れて、まあ、反らせば、まあ、いいというボールの中で、まあ、小田選手非常にいい難しいボールですよね。戻りながらでもありますし、体を非常に大きくひねんなきゃいけないヘディングですし、そこを大きくひねって枠に捉えるっていうね。
さあここまでのボール支配率ですが、まあ、スタッツを見ていた時と変わらずほぼ6対4で金沢がボールをキープしています。抜け出してチャンスになる大谷、大谷ボールを大きくそれました。この辺も攻撃としては非常にシンプルで、まあ、開けたもうポストプレーから大谷選手非常にフリーになるのがうまくいったんで、前向きのサポートでしたし、まあ、左上にトラップね自分の得意な方に置くこともできたので、まあ、なんとかこう入れたい場面でしたよね。さあ金沢にとっては時間がありません。ここで野田主審の笛が鳴りました。千葉にとっては3試合ぶりの白星、この左のサイドバック小田のゴールで1対0。